世界のチュルク系民族の分布。濃い青色の部分は、チュルク系言語を公用語にしている国。薄い青色の部分は、チュルク系言語を公用語にしている自治地域。チュルク系民族の分布。チュルク系民族、または、トュルク系民族とは、チュルク語族の言語を使用する民族集団である。ユーラシア大陸の中央部を斜めに貫く東シベリアから、 トルコ共和国にまで及ぶ乾燥地域を中心に、シベリア、中央、アジア及び西アジア、東欧などに広く分布する。トルコ系諸民族、トゥルク系諸族などとも。英語では、競義のトゥルク、トルコというべき一民族をターキッシュと呼び、抗議のトゥルク、トルコであるトゥルク系諸民族全体を、ターキックと呼んで区別しており、ロシア語など他のいくつかの言語でも、 類似の区別がある。これに習い、日本語でも、競技のトルコに、トルコ、講義のトルコに、トゥルクを当てて区別する用法があり、ここでもこれに習う。同じく漢字を使用する、台湾、中国など中国語圏では、競技のトルコを、土のみそれ、講義のトルコを、特決と呼んでいる。歴史学者の森安隆夫は、近年の日本の歴史学会において、トゥルク、 チュルクという表記がよく見られるとしながらも、トルコ民族という表記をした上で、その定義を、当代から現代に至る、歴史的、言語的状況を勘案して、方言差はあっても、非常に近似している、トルコ系の言語を話していたに違いないと思われる、突血、鉄六、怪骨、カツララ六、抜け、湿密、砂田族などを一括りにした故障をとしている。人種的には、 東部で、モンゴロイド、西部で、コーカソイドと東西で大きく異なるが、人種に関係なく、トゥルク諸語を母語とする民族は一括して、トゥルク系民族と定義される。トゥルク系民族の元凶についての定説がないが、ウラルサンミラクイ島の草原地帯に求める説が有力である。人種的にはモンゴロイドであったらしい。また、プロとトゥルクはモンゴロイドであったと言われている。 東大までは、ほとんどが、黒髪、直毛、黒目のモンゴロイドであったが、東大の終わり頃東ウイグルカガン国が崩壊し、トゥルク系民族が、モンゴリア、アルタイ地方から移動して、天山山脈から、カリム盆地全体を支配するようになった結果、先住のコーカソイドのインドヨーロッパ語族は何世代か、後には、トゥルク化した。強度は、トゥルクとモンゴルの諸民族の先駆者として、 万丈一致とはいかないまでも、広く認められている。ただし、言語上、エスニシティ上の関連性について、確たる証拠となるような記録が十分残されているとは、言い難い。言語学者の仮説によれば、前3000以前500年頃には、トゥルク祖語が話されていたというが、直接的な証拠は何も残されていない。強度や、粉族の民族的出自についての確立した説は、 ないが、現代のトゥルク族は、強度や、フン族が自分たちの先祖だと考えている。朝礼あるいは、定例と記される民族は、強度と、同時代に、モンゴル高原の北方、バイカル湖あたりから、カザフステップに居住していた、遊牧民であり、これも、トゥルクの転写と考えられている。定例は、強度が強情となれば服属し、強度が衰えを見せれば、 利反を繰り返していた。やがて郷土が南北に分裂して、モンゴル高原の支配権を失うと、東の戦費がモンゴル高原に進行して、高原の支配権を握ったが、これに対しても、帝霊はその数勢に応じて、反復を繰り返していた。五湖十六国時代、戦費の衰退後は、モンゴル高原に進出し、一部の帝霊人は中国に移住して、 敵義を建てた。モンゴル高原に進出した、低霊人は、南北朝時代に、中国人から、校舎と呼ばれるようになる。これは彼らが移動に使った車両の車輪が、広大であったためとされる。はじめは、モンゴル高原をめぐって、卓抜部の大国や北儀と争っていたが、次第に対等してきた従前が強大になったため、それに従属するようになった。487年。 校舎福福ラブのアフクイタルラは、従前の支配から脱し、独立を果たす。アフクイタルラ国は、従前やエフタルと争ったが、6世紀に、従前に敗れて滅亡した。7世紀の東西特結。ウエスタン・ウォークターク・コグネート、イコール西特結。イースタン・ウォークターク・コグネート、イコール東特結。チャイニーズ・エンパイアー・イコールズイツユフイコールとよく混。 ペルシアンエンパイアイコールサーチョー中央、ユーラシア東部の発射であった、従前ガ岸国はその断鉄奴隷であった、特決によって滅ぼされる。特決は、従前の丘陵をもしのぐ領土を支配し、中央ユーラシアを、ほぼ支配下に置いた。そのため東ローマ帝国の資料にも、トゥルクとして記され、その存在が、東西の歴史に記されることとなる。また、特決は、 自らの言語を自らの文字で記しているので、古代トゥルク語がいかなるものであったかを知ることができる。特決は582年に東西に分裂し、8世紀には両特決が滅亡した。一方で特決と同時代に特決以外のトゥルク系民族は鉄録と記され、中央ユーラシア各地に分布しており、中国史書からは最多の民族と記された。 鉄六は、突血ガン国の重要な構成民族であったが、突血が衰退すれば独立し、突血が盛り返せば服属するということを、繰り返していた。やがて鉄六は、特図と呼ばれ、その中から骸骨が台頭し、カツララロク、ヌケ、湿密といった、トゥルク系民族と共に、東、突血第二ガン国を滅ぼした。中央ユーラシア全域を支配した。 トゥルク帝国であったが、両特決の滅亡後は、中央ユーラシア各地に広まった、トゥルク系民族が、それぞれの国を建て、細分化していった。モンゴル高原では東、特決を滅ぼした海骨が海骨化岩国を建て、中国の東欧朝と友好関係となって、シルクロード交易で繁栄したが、内紛が頻発して、カツカツ湖の侵入を招き、840年に、 崩壊した。その後のウイグルは、関州ウイグル王国、天山ウイグル王国を建てて西域における定住型、トゥルク人の祖となり、タリム盆地のトゥルク化を促進した。中央アジアではカルルク、トッキセ、キメク、オグズといった所属が拡挙していたが、10世紀にサーマーン朝の影響を受けて、イスラーム化が進み、トゥルク系民族発のイスラーム教国となる。 カラハンアサが誕生する。カスピカ異星ではブルガール、ハザール、ペチェネグが拡挙しており、南、ルーシの草原で攻防を繰り広げていた。11世紀になると、キメクの後世部族であったキプチャクが、南ルーシに侵入し、モンゴルの侵入まで勢力を保つ。トゥルク系国家で最も早くイスラームを受容したのは、カラハンアサであるが、 オグズから別れたセルジューク家率いる一派も早くからイスラームに改修しサーマーン朝の庇護を受けた。彼らはやがてトゥルクマーンと呼ばれ中央アジア各地で略奪を働き土地を荒廃させていったがセルジューク家のトゥグリルベグによって統率されるようになると1040年にガズナーサを壊滅させホラーアサーンの支配権を握る。1055年トゥグリルベクは バグダードに入場し、アッパース町のカリフから正式にスルターンの称号を授与されると、スンナ派の擁護者としての地位を確立する。このセルジューク町が、中央アジアから、西アジア、アナトリア半島に至る広大な領土を支配したために、トゥルク系ムスリムがこれらの地域に広く分布することとなった。また、イスラーム世界において、奴隷としてのトゥルクは重要な存在であり、 イスラーム勢力が聖戦によって得たトゥルク人捕虜は戦闘力に優れているということでサーマーン朝などで重宝され時にはマムルーク自身の王朝が各地に建てられることもあったこうした中でトゥルクイスラーム文化というものが開花し数々のイスラーム書籍がトゥルク語によって書かれることとなるこうしたことによってイスラーム世界におけるトゥルク語の位置はアラビア語 ペルシア語に次ぐものとなり、トゥルク人は、その主要民族となった。840年にウイグル河岸国が崩壊すると、その一部は、天山山脈山中のユルドゥズ地方の広大な、牧草地を確保して、これを本拠地とし、天山ウイグル王国を形成した。天山ウイグル王国は、タリム盆地、トルファン盆地、ジュンガル盆地の東半分を占領し、マニ教、仏教、 京を進行した一方、東トルキスタンの西半分はイスラームを受容したカラハンアサの領土となったためカシュガルを中心にホータンやクチャもイスラーム圏となる。これら二国によって最域はトゥルク語化が進み古代から陰謀系の言語であったオアシス住民も11世紀後半にはトゥルク語化した13世紀前半の世界中央アジアの草原地帯には カルルク、トゥルギッシュ、キメク、オグズといった西特欠系の所属が拡挙しており、オアシス地帯では、イラン系の低住民がすでにイスラーム教を信仰していた。草原地域では、イラン系遊牧民が急速にトゥルク語化した。一方のオアシス地帯では、後後は12世紀頃までにおおむねトゥルク語化したものの、行政文書や司法文書などにはもっぱら。 アラビア文字による文書が用いられ、継続性が必要とされる、特性上、トゥルク語への置換はゆっくりとしたものであった。多言語話者がトゥルク語に変更するには、トゥルク語でイスラーム教を布教するのが最も効果的なのであるが、西トルキスタンでは定住民がすでにムスリムであったため、あるいは遊牧民と定住民の住み分けが明確になされていたため、人口が多かったために、 東トルキスタンほど急速にトゥルク化が起きなかった。西トルキスタンにおける最終的なトゥルク語化は、ホラズムシャー朝・アカラキタイ、ディムール朝・朝シャイバーニ朝といった王朝の下でゆっくりと進行した。チンギス・カン世中の初援生とモンゴル帝国の拡大。古代からモンゴル高原には絶えず統一遊牧国家が存在してきたが、 840年のウイグル下岸国の崩壊後は360年の長期にわたって統一政権が存在しない空白の時代が続いた。これは語尾の南を支配した領や金といった王朝が巧みに干渉して爆北に強力な遊牧政権が出現しないよう政治工作をしていたためであった。当時、モンゴル高原にはケレート、ナイマン、メルキト、モンゴル、 ダタル、オングト、トンギラトといった、トゥルクモンゴル系の諸部族が拡挙していたが、13世紀初頭に、モンゴル出身のテム人がその諸部族を統一して、新たな政治集団を結成し、チンギスカとして大モンゴルウルスを建国した。チンギスカはさらに周辺の諸民族、国家に侵攻し、北のバルグト、オイラト、キルギス、西のタングート、天ンザンウイグル王国。 カルルク、カラキタイ、ホラズムシャーチョを、その支配下に置き、短期間のうちに大帝国を築き上げた。チンギスカンの後を継いだオゴデーカーンの南のカネアサを、滅ぼして、北、中国を占領し、生成軍を派遣して、カスピカイイセのキプチャク、ボルガブルガール、ルーシ諸公国を支配下に置いて、ヨーロッパ諸国にも侵攻した。こうして、 ユーラシア大陸を覆い尽くすほどの大帝国となったモンゴルであったが、第四代、モンケ・カーンの死後に後継争いが起きたため、帝国は四つの国に分裂してしまう。この史上最大の帝国に吸収されたトゥルク系諸民族であったが、支配層のモンゴル人に比べてその人口が圧倒的多数であったため、また文化的にトゥルク語が普及していたため、 トゥルクのモンゴル語化はあまり起きなかった。むしろイスラーム圏に領地を持ったチャガタイウルス、フレグウルス、ジョチウルスではイスラームに回収するとともにトゥルク語を話すモンゴル人が現れた。こうしてモンゴル省朝のトゥルクイスラーム化が進んだためにモンゴル省朝の解体後はトゥルク系の国家が次々と建設されることとなった。チンギス政権以来、天山ウイグル王国は モンゴル帝国の庇護を受け、14世紀後半に至るまでその王権が保たれた。それは、ウイグル人が高度な知識を持ち、モンゴル帝国の官僚として活躍したことや、モンゴルにウイグル文字を伝えて、モンゴル文字の基礎になったこと、オアシス定住民の統治にたけていたことが挙げられる。モンゴルの内紛が起きると、天山ウイグル政権は、トルファン地域を放棄したが、 その精神を受け継いだ、ウイグル定住民たちは、現在もウイグル人として生き続けている。一方、カラハンアサ、以来イスラーム圏となっていたタリム盆地制部異星には、モンゴル時代に、チャガタイウルスが形成され、天山ウイグル領で、仏教圏であった東部もその半島となり、イスラーム圏となる。やがて、チャガタイ半国は、パミールを境に東西に分裂するが、この要因の一つに、 モンゴル人のトゥルク化が挙げられる。マーワラー・アンナフルを中心とする、西側のモンゴル人はイスラームを受容して、トゥルク語を話し、オアシス定住民の生活に溶け込んでいった。彼ら自身は、シャガタイと称したが、モンゴルの伝統を重んじる、東側のモンゴル人は彼らを、カラウナスと下げみ、自身を、モグールと称した。そのためしばらく東トルキスタンは、 モグーリスタンと呼ばれることとなる。西、チャガタイ半国から台頭したティムールは、西トルキスタンとイラン方面を占領し、モグーリスタンとジョチウルスを、その影響下に入れて、大帝国を築き上げた。彼自身が、トゥルク系ムスリムであったため、また西トルキスタンにトゥルク人が多かったため、ティムール町の武官たちは、トゥルク系で占められていた。しかし、文官に至っては、 知識人である、イラン系のターズイーク人が担っていた。こうしたことで、ティムール朝の公用語は、イラン系である、ペルシア語と、トゥルク系である、シャガタイ語が使われ、都市部においては二言語併用が一般化した。キプチャク草原を根拠地としたジョチウルスは、比較的早い段階でイスラームを受容し、多くのトゥルク系民族を抱えていたために、トゥルク化も進展した。 15世紀になると、カザン半国、アストラハン半国、クリミア半国、シャイバーニーアサ、カザフ半国、シビル半国といったトゥルク系の王朝が次々と独立したため、ジョチウルスの政治的統一は完全に失われた。現在、中央アジアのトゥルク系民族で上位を占めるのが、ウズベク人とカザフ人である。これらの祖先は、 ジョチウルス東部から独立した、シバンカのアブルハイルに引きられた集団であった。彼らは、ウズベクと呼ばれ、キプチャク草原東部の統一後、シル・川中流域に根拠地を移したが、ジャニベック藩とケレイ藩が、アブルハイルに背いて、モグーリスタン辺境へ移住したため、ウズベクは二つに分離することとなり、前者を、ウズベク、後者を、ウズベクカザフもしくは、 カザフと呼んで区別するようになった。アブルハイルの没後、ウズベク集団は分裂し、その多くは先に分離していたカザフ集団に合流した。勢力を増したカザフは、キプチャク草原の遊牧民をも吸収し、強力な遊牧国家であるカザフ藩国を形成した。やがてウズベクの集団も、ムハンマド・シャイバーニーハンの下で再統合し、マーワラーアンナフル、フェルガナ、 ホラズム、ホラーサーンといった各地域を占領して、シャイバーニー朝と呼ばれる王朝を築いた。1599年にシャイバーニー朝が滅亡した後、マーワラーアンナフルの政権はジャーン朝に移行した。ジャーン朝は1756年にマンギート朝によって滅ぼされるが、 シャイバーニー朝からマンギと朝に至るまでの首都がブハラに置かれたため、この三王朝を合わせて、ブハラハンと呼ぶ。また、ホラズム地方のウルゲンチを拠点とした政権は17世紀末に、ヒバに遷途したため、次のイナク朝と共に、ヒバハンと呼ばれる。そして、18世紀に、ウズベクの民具部族によって、フェルガナ地方に建てられた政権は、高感度を首都としたため、 高官土藩国と呼ばれる。これらウズベク人によって、西トルキスタンに建てられた三つの国家を三藩国と称する。13世紀に始まる、モンゴル人のルーシ征服は、ロシア側から、タタールの首輝と呼ばれ、ロシア人にとっては、屈辱的な時代であった。しかし、モスクワ大公のイヴァニオン世によって、火山藩国、アストラハン半国といったジョチウルス系の国家が、 滅ぼされると、タタールの首輝きは解かれ、ロシアの中央ユーラシア征服が始まる。この時、ロシアに降ったトゥルク系ムスリムは、ロシア側からタタール人と呼ばれていたが、異教徒である彼らは、ロシアの抑圧と同化政策に苦しめられ、カザフ草原やトルキスタンに移住する者が現れた。16世紀末になって、ロシアツアリ国は、シベリアのシビルハン国を滅ぼし、 カザフ草原より北の森林地帯を開拓していった。同じ頃、カザフ草原のカザフ藩国は大術、中術、小術と呼ばれる三つの部族連合体に分かれていたが、常に東のモンゴル系遊牧集団ジュンガルの脅威にさらされていた。1730年、その脅威を脱するべく、小術のアブルハイルがロシア帝国に服属を表明し、中術、 大寿図もこれに習って、服属を表明した。19世紀の半ば、バルカン半島から中央アジアに及ぶ広大な地域を、舞台に、大英帝国と、ロシア帝国との、グレートゲームが展開されていた。ロシア帝国はイギリスよりも先に、トルキスタンを手に入れるべく、1867年に、高官土半国を滅ぼし、1868年に、ブハラ半国を、 1873年に、ヒバハン国を保護下に置き、1881年に、遊牧集団トルクメンを虐殺して、西トルキスタンを支配下に入れた。1300年のアナトリアにおける、トゥルク系諸勢力。現在、最も有名なトゥルク系国家である、トルコ共和国は、アナトリア半島に存在するが、トゥルク人の古地から最も離れた位置にあるにもかかわらず、 トゥルク系最大の民族であるトルコ人が住んでいる。これは歴史上、幾波にもわたってトゥルク人がこの地に侵入し移住してきたためである。それまでのアナトリア半島には東ローマ帝国が存在し、主要言語はギリシア語であった。アナトリアへ最初に侵入してきたのはセルジューク朝であり、セルジューク朝によって東ローマ帝国が駆逐されるとその地に セルジューク王権の強化を好まないトゥルクマーンなどが流入してきたためアナトリアのトゥルク化が始まった。その後はセルジューク朝の後継国家であるルームセルジューク朝がアナトリアに成立しモンゴルの襲来で多くのトゥルクマーンが中央アジアから逃れてきたのでアナトリアのトゥルク化、イスラーム化は一層進んだ。14世紀には オスマン帝国がアナトリアを中心に拡大し、最盛期には古代ローマ帝国を思わせるほどの大帝国へと発展したが、18世紀以降、オスマン帝国は衰退の一途をたどり、広大な領地は次第に縮小して、アナトリア半島のみとなり、第一次世界大戦後、トルコ革命によって1922年に滅亡し、翌1923年にトルコ共和国が成立する。 ロシア領内のトゥルク人の間では、19世紀末から、ムスリムの民族的覚醒を促す運動が起こり、オスマン帝国を含めて、トゥルク人の幅広い連帯を目指す反トゥルク主義が生まれた。しかし、ロシア革命が成功すると、旧ロシア帝国領内に住むトゥルク継承民族は、個々の共和国や民族自治区に細分化されるに至った。一方、トルコ革命が、 旧オスマン帝国であるアナトリアに住む、トルコ人だけのための国民国家である、トルコ共和国を誕生させた、結果、反トゥルク主義は否定される形となった。1991年のソビエト連邦崩壊後、旧ソ連から5つのトゥルク系民族の共和国が、独立。これら諸共和国やタタール人などのロシア領内のトゥルク、軽諸民族と、 トルコ共和国のトルコ人たちとの間で、反トゥルク主義の再対等ともみなしうる、新たな協力関係が構築されつつある。トゥルク系民族には、同じある体系である、モンゴル系民族やツングス系民族に高頻度な、C2 系統は、カザフを除きそれほど高頻度ではない。広範囲に見られるタイプとしては、インオ王語系インドイラン人やスラブ人に多い R1、R 系統が、 キルギス人に63.5%、南アルタイ人に53.1%などで観察される。またヤクートは、ウラル系民族に関連する N 系統が88%の高頻度で見られる。11世紀にトルコ族が侵入したアナトリアでは、在来の J 系統等が高頻度である。トゥルク系民族の明確な遺伝子の多日性は認められないことから、 トゥルク系民族の拡散は、和ャ移動よりも、言語地間中心であったことが示唆されている。また、調査されたほとんどのトゥルク系民族は、遺伝的に、近隣地域の住民に似ていることから、インドヨーロッパ語族のような少数上位階級による、支配が示唆されている。しかし、西部のトゥルク系民族も、現在の南シベリアと、モンゴル地域のトゥルク系民族と同一の、 非常に長い染色体領域を共有している。キルギス人、カザフ人、ウズベク人、トルクメン人、アルタイ人など中央アジアのチュルク系民族は、モンゴロイドとコーカソイドの混合体である。生誕のトルコ人のは、コーカソイド、東端のヤクートは、モンゴロイドとされるが、それぞれ、モンゴロイドとコーカソイドの遺伝子をわずかに含んでいる。ありがとうございます。